中華民国の歴史。中華民国の歴史では、1912年に中国に樹立されたアジア2番目の共和制国家である中華民国の歴史を記述する。なお、本校の記述は、中華民国が中国大陸を支配していた1949年10月1日までの歴史である。台北戦と後、1949年10月1日。 現在の中華民国の歴史については、中華民国と台湾の歴史中華民国統治時代、1945年、現在をそれぞれ参照すること。大陸統治時代の中華民国は、中央政府の所在と構成内容から、北京政府、北洋軍閥時代、1912年2月12日から1928年6月9日、 中国国民党による南京国民政府国民党時代1928年6月9日から1949年10月1日に分けられる。しかし初期の遠征外による統治期を除いて国内は統一されておらず、軍閥などの諸勢力に実効支配される地域が存在していた。第二次世界大戦後中国国民党と中国共産党間で 国内統一を争う国境内戦が起こり、これに勝利した中国共産党が1949年10月1日に中華人民共和国を樹立する。南京国民政府は崩壊するが、小介石を中心とする国民党勢力は台湾党へと移り、1949年12月7日に国民党政府を再構築した。北京政府とは、 1912年から1928年まで北京に存在した中華民国の正当な政府である。北洋軍閥政府とも言う。中華民国は1911年の武将起義に始まる辛亥革命において、1912年1月1日、南京において成立した。なお、国号については、高潤県の花夏、劉氏、土川の代化。 両慶長の中国の他に、シナや大中派の帝国という提案もあったが、最終的には、昌平林の中華民国が採用された。この時点では、北京に新国が存続しており、中国を代表する政府が南北に並存する状況にあった。しかし、同年2月12日に、新国の皇帝、 戦闘帝である愛新閣ラフ義が退位することによって中華民国政府が中国を代表することになった。南京に成立した臨時政府では国家元首にあたる臨時大総統は孫文であった。だが孫文は当時国内で最も軍事力を有し、また新朝の全権を握っていた遠征外と交渉し南北分裂状態であった中国を 臨時政府によって統一させるため、戦闘帝の退位、臨時役法の遵守といった条件と引き換えに、臨時大総統職を彼に譲った。しかし、遠征外は臨時大総統就任後、責任内閣制の導入を図る国民党、中国同盟会を改組したもの。現在の中国国民党とは異なるの総教陣を暗殺したほか、統治の拠点を、 自らの軍事基盤である北京において、先制体制を強化した。こうした、園の先制への反発から、1913年7月には、後世の履歴ひとしらが中心となって、第二革命が勃発した。しかし、反園勢力の結集に失敗して鎮圧され、園は、正式に、大総統へ就任した。第一次世界大戦の最中である1915年に、 日本から出された大化21か条要求、中国における日本の利権を絶対的に保障す内容を批准し、さらには自らが皇帝となることを前提に、訂正復活を宣言して国語を中華帝国に改めた。これに対して国内外からは非難の声が殺到し、雲南の党次行らが党園運動を展開、第三革命したほか、 園の権力基盤である北洋軍閥の諸将からも反発を受けた。このため縁は翌1916年に帝政復活取り消しを宣言せざるを得なくなり、権威を失墜させ、そのまま同年6月に病死した。園政外の死後、中華民国には中国全土を完全に統治する。 統一政府が存在しない状態が生まれた1916年から1928年。そのため、軍閥が軍有拡挙する軍閥時代となり、同時に大日本帝国やフランス共和国やアメリカ合衆国などの列強諸国による中国の繁殖民地化も進行したのである。しかし同時に、この時期には大日本帝国から出された大化21箇条要求の廃棄を、 国的に要求する54の運動、1919年が起きたほか、陳独州などが主導した新聞化運動が広範な人々の支持を受けるなど、中国近代化を象徴する出来事が起こっている。また、1919年の環状史事件のような日中の衝突に続き、1920年にはシベリアに派遣された中国艦隊が赤軍と協力して、 日本軍を殲滅するに港事件を起こすなど戦力を充実させてきた。このような中、孫文は1919 19年に中国国民党を創建し、1921年には後の国民政府の元となる革命政府を公州で樹立した。また、孫文は成立したばかりのソビエト連邦、1917年建国と接触し、その後の1924年には、 中国共産党、党員、1921年総統がその党籍を保持したままで国民党への入党を認めるという、いわゆる第一次国境合作を行っている。孫文は1925年に死去したが、1926年になると、蒋介石が孫文なき後の国民党の主導権を握り、甲州を起点に北伐を開始。 その過程で軍閥なども急合していくことによって中国の統一が進められた。1927年に小海石率いる国民革命軍が南京を占領するがソビエト連邦のコミンテルンとその指揮下にある中国共産党の司令、先導による日本、イギリス、イタリア、フランス、アメリカの列強諸国の領事館を襲撃し、 民間人を虐殺した南京事件が起こる。この事件により、蒋介石は共産勢力を敵視するようになり、1927年4月国境合作を解消すると、上海、武漢などの各地方で国民党内部から共産党を相当する運動、いわゆる上海空デターを起こした。この際、北伐は一時停滞。国民政府は、蒋介石の南京国民政府、 1927年4月18日とこれに反対する王朝名等の武漢国民政府に分裂する。しかし劣勢な武漢国民政府は数ヶ月後の1927年8月19日には南京国民政府に合流することになり、結果南京国民政府を主導する小解析の権力はより総強固なものとなった。 1928年4月8日に北伐が再開される。北伐に押され北京から撤退した北方軍閥の張作林が6月4日に日本軍、関東軍によって爆殺された後、張作林爆殺事件1928年6月9日には国民党軍の北京入場によって北伐官僚が宣布され、同年10月10日、小介石は 軍政の実施を発布し、南京を首都とする国民政府が正式に成立した。一方で、満州ではソ連に挑んだもののソ連軍に圧倒された中祖紛争。さらに、同年12月29日には、東北の長学寮が駅誌を行い国民政府に基準する。ここにおいて、中華民国は各地の軍閥や共産党勢力といった反抗勢力を抱えつつも、 南京国民政府によって一応の全国統一を見たのである。南京国民政府とは1928年から1949年まで南京に存在した中華民国の正当な政府である。なお、日中戦争下の日本では1940年成立の王朝明政権を南京国民政府と呼称し中華民国の正当な政府として承認する一方、 重慶へ撤退した従前の南京国民政府を一、地方政府とみなして、重慶政府と呼称していたが、ここでは、重慶政府も南京国民政府として解説する。1929年7月には、ソビエト連邦が満州に侵攻し、中東路事件、中華民国軍は撃破され、12月22日に、 カバルフスク議定書が結ばれて、ソビエト連邦の影響力が強まった。中華民国政府がソビエト連邦と交戦に力を注いでいるうちに、中国共産党は中国各地で盛んに活動を行った。国民政府主席就任後、蒋介石は意欲的に中国の近代化を推進する改革を行った。しかしその頃、 ソビエト連邦の支援のもと、毛沢東が指揮する中国共産党は農村を中心として支配領域を広げていき、1931年には厚生省に中華ソビエト共和国臨時政府を樹立するまでに勢力を拡大していた。昭和1930年12月から共産党に対し5時にわたる大規模な総統選、総協戦を展開。 1934年10月には共産党を壊滅寸前の状態にまで追い込んだ。しかし、昭和、毛沢東の調整までは防ぐことができず、その後も国境内戦は継続されていった。同時期、日本の関東軍が満州事変を契機として満州を掌握し、かつて慎朝最後の皇帝であった戦闘帝を失勢に衰退する。 満州国を建国した、いわゆる、15年戦争の始まり。これを受けて、南京国民政府の統治区域でも、全国的に一致抗日を要求する世論や王、超名狙撃事件のような日中提携を模索する、ものへのテロが引き起こされていたが、蒋介石は日本よりも共産党の方が脅威であると、する、反共主義の立場から、抗日政策より、素創協作戦を優先し、 中国共産党を殲滅寸前に追い込むことに成功していた。そのような中、父である、張作林を関東軍に殺された満州出身の軍閥、張学良は、共産党殲滅のための最後の作戦を指導するために西安を訪れていた。小介石を西安に拉致連行し、国民党と共産党の再合作を要求した西安事件。 最終的にこれを受諾し、西安を訪問した共産党代表、周恩来との会談を通じて、これを公式に宣伝した後に、共産党軍を国民党所属第8総事軍にして、国民政府軍に組み入れた第二次国境合作。1937年の第二次上海事変を契機として、南京国民政府は大日本帝国との全面戦争状態に入った。 日中戦争。しかし、兵力の差があるにもかかわらず、国民政府軍は各地で敗北を重ね、同年12月には首都南京を日本軍に制圧された。小介石は首都を重慶へ移転させて、徹底抗戦の意思を示し、共産党との抗日連合戦線や、アメリカやイギリスなどからの支援を背景に、抗日戦争を続けた。 戦争開始翌年の1938年には日中間の大規模な戦闘が減ってきたために日本軍は国民党の繁殖解析派であった王朝明を主犯とした南京国民政府王朝明政権を樹立した。しかし日本軍が住民からの挑発、徴用を強行したために住民間には抗日独立運動が公用し国民政府と共産党もそれを利用して ゲリラ戦を展開することで、日本軍を次第に包囲していった。一方、抗日連合戦線側も、ソビエト連邦の支援を受けた、共産党が、根拠地、沿岸を中心に支配領域、解放区を広げる動きも見せていたことから、国民政府と共産党との間でも、幾度か戦闘が行われてた。このように、日本の支援を受けた、王朝明政権、 アメリカ合衆国とイギリスが支援する国民政府、ソビエト連邦が支援する共産党によるつどもへの戦闘が展開されるようになっていたのである。その後1941年12月には日本がイギリスとアメリカとも開戦し第二次世界大戦に参戦することになる。国民政府は大戦中にアメリカとイギリスだけでなくソビエト連邦からの支援も受けつつ、 日本と対峙し、小解析が回路会談などに参加したほか、小解析夫人の装備令が援助を募るために、アメリカ連邦議会で演説するなど、国民政府は主要な連合国の構成国として位置づけられた。ルーズベルトから中華民国が4人の警察官構想に参加することが認められた。その後1945年8月14日に日本は、 ポツダム宣言受諾を通告し、中蘇友好同盟条約が締結された。8月18日には満州国が降伏し、中国における日中間の戦闘も終結した。国民政府は連合国の主要メンバー、つまり、小戦国の一員として、極東軍事裁判などの戦後処理に当たったほか、また、第二次大戦終結後には、 満州国や欧朝明政権が崩壊した上に、カイロ海岸やポツダム宣言での内容を受けて、中国全土が再び国民政府の統治下に入った、他、日本だけでなく、ヨーロッパ諸国も、疎開の返還や、不平等条約の改正、1943年を、するなどしたため、アヘン戦争以来続いていた、中国の繁殖民地状況は、一応の終わりを見捨てた。さらには、 九万州国、8月18日と台湾島、一体、0月25日も、統治地域に編入し、中華民国の半島は拡大した。第二次世界大戦終戦直後から小介石率いる南京国民政府と中国共産党は、戦後の中華民国政府のあり方をめぐって、見解の違いをあらわにするようになり、1945年11月2日の中国共産党軍、 中国人民解放による大攻勢を発端として各地で武力衝突が頻発した。アメリカ合衆国の停戦調停にもかかわらず、1946年には国境内戦が勃発する。当初、南京国民政府はアメリカ合衆国の軍事支援をもとに攻勢をかけていたが、ソビエト連邦のスパイの活動などによって、 アメリカ合衆国内では親中国共産党の一派が増加し、アメリカ合衆国政府も対日支配に熱中するあまり、南京国民政府への援助は打ち切られた。すると、ソビエート連邦からの大規模な軍事援助を受けた中国共産党軍が犯行に転じ、南京国民政府軍は各地で大規模な敗北を起死した。この間、南京国民政府は、 中華民国憲法を制定1947年し、憲法に基づいて、小解析を相当国家元首とする憲政政府を成立1948年させることで、中央政府としての正当性を示そうとしている。しかし、軍事面での体制を挽回することはできず、国民党の内戦敗北は決定的となる。 蒋介石は1949年1月に総統を辞職、代行総統に就いた李宗人が共産党との和平交渉に当たったが、同年4月23日に首都南京を共産党軍に占領されると南京国民政府は崩壊状態に陥り、中華民国は実質的に消滅した。この情勢の中で中国共産党は 国内諸政治勢力を結集した中央政府による国家立てを目指し、ついに1949年10月1日に中華人民共和国の建国を宣言した。なお、後にアメリカ政府内では誰が中国を失ったのかという言葉を合言葉に国民政府軍への援助停止を決めた政府内の要求主義者を非難する声が高まり、後にこれが大規模な赤狩り旋風に繋がることとなった。 南京国民政府が崩壊すると、紹介席を中心とする国民党勢力の一部は、アメリカ政府内右派の援助を受けつつ、拠点を、公衆、重慶、政党を経て、台湾党に移した。1950年1月には、紹介席が相当に復職し、台湾国民政府が成立する。中華民国の中央政府を辞任する台湾国民政府と、 中華人民共和国の対立は続き、本格的な武力衝突は1955年まで行われ、その後も福建省沿岸の金門島で散発的な砲撃戦が起こっている。台湾島を含む一帯は、漢民族が多数居住している地域で、1683年から1895年までは、新朝の統治下に、 1895年から1945年までは、大日本帝国の台湾総督府の統治下にあった。1945年に大日本帝国の連合国への降伏によって、第二次世界大戦が終わると、蒋介石率いる南京国民政府は、カイロ海乱、1943年における取り決めを根拠として、台湾統一帯を中華民国の領土に編入した。 国民政府軍は日本軍の武装解除のために台湾島を含む一帯に上陸し10月25日に日本軍の降伏式典台湾の降伏日本からの解放を祝う式典を拒し、台湾を統治する機関として台湾行政交渉を設置した行政交渉の要職を信頼の外省人が独占したこと及び交渉政府軍の腐敗が激しかったことは それまで台湾にいた、本省人、台湾人の反発を招き、1947年2月28日に、本省人の民衆が放棄する2.8事件が起きた。これに対して、行政交渉、政府軍は、徹底的な弾圧をもって臨み、事件後も台湾人の抵抗意識を奪うために、知識階層、新日派、共産主義者を中心に、数万人を処刑したと推定されている。 国民党政権は政治、経済、教育、マスコミなどの独占を進め、同年中に台湾省が発足した。1949年に小介石が国境内戦で敗れた兵隊、崩壊状態にあった南京国民政府を引き連れて台湾に移住してた後は台湾省の形式は残しつつ、事実上は 小介石の台湾国民政府が台湾を直接、統治を行うようになった。中華民国初期の遠征外時代には国債などによって諸外国から金を借り、その資金によって陸軍の様式化、教育機関の拡充、鉄道、銀行などのインフラ整備を行っていた。その後の南京国民政府は打倒の対象であった軍閥を取り込み北伐を終えた。 ため伝統的な国家税である土地税を各地の軍閥や地方政府が掌握してしまい税収はもっぱら超高下流域とりわけ上海などの商工税や関税収入に依存していたそれでも最初の10年は関税自主権の回復や配良改減などの平成改革や鉄道網整備などの経済基盤を確立して都の資本家や中間層の支持を固め 近代的な経済発展の試みは一定の成功を収めた。しかし、農村経済の建設や改善には無関心で1930年代の農村社会は最悪の危機に陥っていた。本節では、中華民国歴代政府による中国領土の範囲に関する主張と実行支配について外観する。中華民国を成立させた孫文をはじめとする。 韓民族主体の革命勢力、共和主義勢力の内部では、中国とは何か、中国人とは誰かについて、多彩な議論が交わされたが、武将放棄以降、権力奪取と共和国の樹立が実現の可能性を帯びてくるにつれ、朝鮮や、越南、ベトナム、ビルマ、ビルマの、回復や、猛虎、モンゴル、チベット、チベット、海部、東トルキスタンの自決用人などの理想論は影を、 潜め、新朝の支配領域をそのまま中国の領土とする方向が目指されることとなった。中華民国の歴代政府は新朝の離反員に相当する機関として、北京政府は妄蔵院、南京国民政府は毛蔵委員会を1929年に設置、チベットやモンゴルを統治下に組み込むための工作に努めた。一方、チベットの岩田ポタン及び、 モンゴルのジェプスン・タンパ政権は中国の天使たる成長の皇帝をチベットの文ュ皇帝及びモンゴルの大藩を兼ねる諸国の教主みなしており侵害革命により文ュ皇帝及び大藩が消滅したからにはチベット、モンゴル及び中国とはそれぞれ対等な別個の国家となると認識しそれぞれチベット人及び モンゴル人の全居住地を統合すべく中国軍と軍事衝突しつつ独立国家として国際承認を受けることを目指し国際社会への働きかけに着手した。この紛争を調停するべくモンゴルにはロシア、チベットにはイギリスが後ろ盾となってキャフタ会議及びシムラ会議1913年から1914年が開かれた。この二つの会議では チベット及び、モンゴルを主権国家、独立国家としては承認せず、中華民国の総主権下での内政自治を行使するに、留めること。チベットのアムド、オーミホカ、カム、成功部分、モンゴルの内蒙古部分は、中華民国の直接統治下に置くこと。チベット及び、モンゴルの両民族政権は、それぞれの国土の中核部分。チベットは、クラ部分、モンゴルは、 外蒙古部分だけを管轄することなどを骨子とする協定案がまとめられた。キャフタ会議では、モンゴル、中国及びロシアがキャフタ協定に調印、批准し、以後この協定に基づく安定した関係が築かれ、後の南京国民政府による外蒙古部分のみを、領土とするモンゴル独立承認へと繋がっていった。これに対し、志村会議では、 関連ポタンが内政自治権を行使する領域の境界について合意が成立せず、志村協定の批准、1914年はイギリス、チベットの2社のみにとどまり、以後もチベットと中国との間では、しばしば戦果を交える緊張状態が続くこととなった。新疆省が置かれている東トルキスタンでは、19世紀後半に、 ヤークーブベック政権の一時的な完全独立と、その後の徹底弾圧、戦後処理としての、昇生、集権制の思考など、中国による軍事的、行政的支配体制が強固に確立されていたため、侵害革命に際しては、現地住民がチベットやモンゴルと歩調を合わせて、独立運動を行うような事態は生まなかった。 やや時期が下った1933年あるいは1942年から1949年に独立共和国の樹立運動が発生するに至った。その後、中華民国、南京国民政府は第二次世界大戦中の1945年6月に行われたソ連との外交交渉においてソ連が日本撤退後の満州を中国共産党に渡さず、かつ 新疆の独立運動を鼓舞しないことを条件に国民投票による外猛虎の独立を大戦後に認めると宣言し、モンゴル人民共和国に関しては1946年1月に独立を承認した台湾国民政府は1953年独立承認を取り消している。詳細は中華民国におけるモンゴル、外猛虎の扱いを参照のこと。また、チベット。 東トルキスタン、第二次東トルキスタン共和国についても、南京国民政府が1949年に崩壊状態に陥って台湾へと避難したため、中華民国の統治下に組み込まれることはなかった。中華民国では、建国年である1912年を元年とする中華民国歴、民国起源を西暦と併用しており、今なお使用され続けている。 中華人民共和国では使用されていない。なお偶然ではあるが、中華民国歴は日本の対象及び北朝鮮の主体歴と元年が一致している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。